石井章は、日本の政治家、日本維新の会所属の参議院議員、早稲田大学社会システム工学研究所客員、研究員、日本維新の会国会議員団、両院議員総会長、衆議院議員、取手市議会議員、旧富士城町議会議長などを歴任。茨城県出身。土浦第一高等学校、専修大学法学部法律学科卒業。1990年、富士城町議会議員に初当選。2005年、富士城町の取手市への編入に伴い、取手市議会議員。2009年8月、第45回衆議院議員総選挙に、民主党から比例北関東ブロック単独31位で、出馬し初当選。2010年10月、早稲田大学社会システム工学研究所客員、研究員に就任。2011年2月17日、民主党政権交代に責任を持つ会の事務局長に就任。国土交通委員会委員、議院運営委員会委員、また民主党、全国子ども会連合会等の活動を支援する、議員連盟事務局長、民主党、トラック議員連盟事務局長を歴任。2012年の消費増税をめぐる政局では、野田内閣による消費増税法案の閣議決定に抗議して、企業団体対策副委員長の辞表を提出し、4月23日の党役員会で受理された。6月26日の衆議院本会議で行われた消費増税法案の採決では、党の賛成方針に反して反対票を投じた。7月2日には山岡健二らを介して離党届が提出された。民主党は7月3日の常任幹事会で離党届を受理せず除籍処分とする方針を決定し、7月9日の常任幹事会で正式決定した。同年7月11日、国民の生活が第一決闘に参加した。同年12月16日の第46回衆議院議員総選挙に、日本未来の党公認で比例北関東ブロック単独5位で出馬するも落選。2013年6月の第23回参議院、議員通常選挙に、日本維新の会公認で、茨城県選挙区から出馬するも、得票率 11.0%、定数2に対して、候補者6人中4位で落選。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙に、維新の党公認で、茨城3区から出馬するも落選。2016年7月の第24回参議院、議員通常選挙に、大阪維新の会公認で、比例区から出馬し、5万73票を獲得。党内得票順位4位で当選、国政に復帰した。2019年より、党国会議員団両院議員総会長。ありがとうございます。